島の醤油サイダー。醤油サイダーですね。これを飲んで。でも、あの、うわぁ、醤油ではないので、あー、醤油です。うわぁ、ちょっと待って。うわぁ、来るよ、これ。うわぁ、来ます。みたらし団子の。うわぁ、ちょっと待って、俺無理、俺無理。じゃあ、このまま成田へ出発しまーす。はい、じゃあ、カマンガヤを脱出の上で成田さんに向かいます。ここは結構距離あるよね。ありますね。カマンガヤ成田は高速使えって、行ってきてるんで。ビュンビュン系ですよ。俺ビュンビュンはしないかな。安全運転だから。あ、そういう、ひよっちゃうからすぐ。いや、まあ安全運転が一番ですよね。なんか煽ったりとかね、良くない。動き出したところ申し訳ないんだけどさ、はい、トイレ行っていい？もう一回ここ止まるわ。あのトイレのマーク見たら、なんかトイレ行きたくなったから。あ、いいんじゃないですか。さっきの醤油がもう来てるから、醤油出したいのよ、醤油を。そんなにもう出したい、もう出したい醤油。ちょっと止まるね。しょうがないな。ちょっとこのままあれ、エンジンっていうか、クーラーかけとくんで。いってらっしゃい。はい、やってまいりました、成田。とか、まあ富里だけど、ね、富里インターですけど。はい、ありました、発見です。サッと買って、サッと買いたい。ピーナッツがね、だいぶ来てるからね。そうなんですよ。あ、でもうなりくんがいるじゃん。知ってる、うなりくん。知ってるよ。まあ、みんな知ってるよね。みんな知ってる、みんな知ってる、みんな知ってる、うなりくんは。よし、じゃあちょっと店の中入りましょう。限定の、限定のローストビーフ丼があるのかどうかだよね、まず。そうですね、もしかしたら売り切れてるかもしれないからね。そうですね、はい、ローストビーフ丼ってあります？あ、ある。じゃあちょっと1個。あ、はい。ちょっとオーストラリッシュ西洋わさびになります。こちら岩塩になりますんで。岩塩、はい、はい。ケールの方が、あの、卵屋さんなんですけど、たまたま双子だったんで。あ、たまたま、たまたま、あの、たまにあるんですけど、大きめの卵を使ってるんで、今日初めて。へー、ラッキー。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごいね、なんか双子卵、普通に2つ乗せてんのかなって思ったら、なんか、謎のおまけってのから。双子卵でした、イエーイ。あと、飲み物もあるんで、はい、暴走サイダーの梨と岩風味、はい、俺の担当はこの2つなんで、はい、マキナちゃんの担当がこれ。いいよ、いける。じゃあ、ありがとうございます。あ、はい、エゴマドレッシング、エゴマドレッシング、いただきます。ではそのまま、まずそのままね。お、柔らかい。柔らかい、おいしい。うまそうだ。うん、すげえ濃厚だね。いや、雰囲気ある、こう無料休憩所でお食事をしてます。うん、うん、卵、卵。卵かけご飯で食べたら美味しいんだ。あ、まあ、そうだね。じゃあ、ミカミックスもビバ風味のサイダーをね。そのまま取れてるから、じゃあビワ、ビワのサイダーをいただきます。はい、どうぞ。ビワなんて普通食べないんだよね、普段。季節物ですよね、あ、こういう味か。美味しい、美味しい。ほうほう、わかんないです。皆さんには伝わっていません。俺がビワの味がそもそもよくわかんない。あ、ビワってこういう味なんだなとしかもちょっと言えない。まあ、千葉限定販売なんで。わかんないです。あの、私が思ってるビワ、私はビワ好きなので、大体季節になったら買うんですけど、そのビワの味とミカミックスの味覚とは、先ほどピーナッツでね、違うということが判明したので、あ、こういう味なんだねって思ってるミカミックスの中のビワと私の中のビワが違う可能性があるので。ちょっと薄めの味。薄めの味。薄い。甘い？
甘くはない、甘くはない、うん、炭酸が濃い、炭酸が濃い、サイダー、三ツ矢サイダーにちょっと味がついた感じ、うーん、多分ビワの味が少し薄めに残った、そうそう、ビワだ、だビワだって言われなかったら俺は分からない、あ、何かの、そうそう、味だけなんだって言われたら、何かのサイダーなんだなっていう、ははただもうお腹いっぱいなんだけど。終了。さ、梨ガーディア。梨サイダー。梨はね、俺超好きなの。あの、あ梨汁がブヒャってきた。これも薄めだね。もう分からない。ってかね。まあ、梨自体がね。同じ。一緒味。一緒一緒一緒。これだから普通の透明のコップに出されて、どっちがどっちって言われたら。わかんない。そういうことか。香りの問題ですね、でもね。うん。同じだな。いや、でも、やっぱりそこはちょっと違うんじゃないですか。香り。香るくん、無味無臭だ。無味じゃ、無味ではないから。ちょっと嗅いでみよう。これ梨の方が多分ちょっと強いと思う。ああ、あの、うん、なんていうんですか。な、梨の方が、あの、さっぱりした香りがしますね。あ、梨の方がちょっと味強い。うん。うん、これは、無味無臭。いや、ありますよ、香り。これは、ちょっと梨。あの、この無味無臭の飲み物を飲んだ後に、これを飲むと、味がつく、梨の。違うな、なんか。らしいです。ただまあ、でも、うん、あの千葉限定販売、飲みやすい感じだね、だから、うん、はい、仕上がってます。これ良さが伝わってるのかな。でもまあね、千葉限定販売なんでね、暴走サイダーぜひぜひ。じゃあ俺これを飲み干します。はい、私はロビーをロビードをいただきます。美味しく最後の一口、はい、最後の一口、一口でいける、あ、まあまあ。はい、完食です。はい、ごちそうさまです。ビワサイダーと梨サイダーをいただきました。いや、おんちゃんこれこっち食ったよ。美味しかった、マジで美味しかった。ここ来る前さ、あきらちゃん丼は無理だよとか言ってたじゃん。丼食えって言われたら私無理ですからみたいなこと言って、丼無理って思ったんですよ。言ってたよ、ほっと、俺だってこれ食ったの肉1枚とご飯一口だから、うん、あと全部まきなちゃんが食ったから、まあね。でもしかも自分でもびっくりする勢いで食べてた、うん、でも相当美味しかった、相当美味しかったということでね、はい、はい、もうごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあ成田参道ふさの駅から戻ってきたので、無事クリアと。はい、いや、丼はうまかったね。美味しかったですね、ロースト丼。丼絶対食えないって言ってた人は食ったからね、丼。で、ちょうどこっちも柏も潰して、で、あとは残るは栗山の草の駅。あー、出せるかな、ここでゴールできるかな。じゃあちょっと待って、なんかあのほら、あのスゴロクってあのほら3とか出すと戻されるじゃないですか。そうこっから柏は遠いよ。鎌ヶ谷からだって来たわけじゃん。鎌ヶ谷から来たから、うん、え、でもそう、確かにね、確かにね、一応出さないと。1ね、1か6、1か4か、1か4。イエーイ、おー、お見事、やった、素晴らしい。じゃあまあ栗山ふさの駅に行きましょう。ゴール、2が出たらあれだったよね、ゴール2が出てたら今ここだから1、2で、そう、もう1回、もう1回ローストビーフ丼くん、丼を、はい、うん、俺は食わないけど、無理。無理とか、美味しいから食べちゃうのかもしれないけど、こう美容に良くない、うん、食べ過ぎ良くないから、やった、栗山、栗山に行きまーす、行きます、イエーイ。はい、じゃあ最後の栗山の房野駅に到着です。ビワがいいらしい、食べたいらしい。いやー、さっきビワ飲んだけどね、千葉といえばビワです。そう、ビワだね。で、なんかビワの味知らないとか言ってるんで、そうそう、さっきビワ飲んだけど、食べたらいいと思うんだよ。
調べてみましょう、ね、うん、じゃあまた店内に入ってきます。はい、はい、はい、っていうことですね。ビワ、ビワ、いやー、まあまあ、ビワ、皆さんも行く方知ってますよね。知らないよ、い、食ったことないもん俺。あれじゃないですか、リアルに食ったことない。話によると千葉県内の小学校とか中学校で給食で、いや、出ないよ、出るっていうじゃないですか。出ないよ、出たことないよ、そんなの。嘘だ、うん、うちの柿嫌いなの。嫌い、柿嫌い。そうね、跳ね出しということなんで、もしかしたらちょっとぶつかってるかもしれないですけど、今の剥き方なんか剥けばいいんじゃないの。いや、剥けばいいんですけど、どっから剥きますか。じゃあそう、ブチってやる。そう、ブチってやりますよ。よいしょ、よいしょ、先に用意しておきましょう。手拭くということで、じゃあ改めてまずここのヘタをポキッと折ります。でそうするとこれ皮ついてくるんですよ。でシューってやります、やります。やります、うん、ちょっとね、やれない場合もあるんですけど、やれない場合は頑張るということで、手をあんまり汚したくないので剥きながら半分剥いたらもう食べるようにしてます。いただきます。はい、ビワ、種が結構大きいです。どうかな、もしかしたら、うん、あの柿嫌いな人はね、嫌いかもしれない。言っとくわ先にね。でしょ、うん、でも食べた方がいいよ。食べないとゴールにならないからね。ちょっとビワ紹介しないとね、千葉県のあれを紹介したことにならないから。そうです、そうです、うん、落花生紹介しといてビワ紹介しないとどういうことっていう、うん、はい、じゃあビワをですね、剥き終わりました、みたいな。初ビワ、初ビワ、はい、まあ、でも触った感じ柔らかいから、うん、甘みはあるのかなと。はい、うん、あ、まあ予想してたよりは、あ、よかった、うん、食べられるけど、よかったよかった。俺1個のビワで、全部で3つあるから、はい、俺1個でいいや。出たよ出たよ。2つ食べたいでしょ、だってまあまあまあいただけるのであればね、好きですからね、うんうん、さっきのジュースの味かって言われると、うん、そう、分かんないわ。そうですね、うん、うん、あのジュース甘さが全然なかったから、それよりは甘いです、うんうん、それよりは甘い。あ、よかったよかった、うん、じゃあまああのジュースよりはやっぱり本物の方が美味しいってことですね、うん、あのジュースは無味無臭だもん。無味無臭、ただのシュワシュワした甘い蜜、三ツ矢サイダーと、三ツ矢サイダー、はい、柿よりは好き、柿よりは好き、よかったよかった、うん、柿よりは美味しい、うん、うん、はい、種がね、落ちやすいのでね、まあまあまあ、ある程度全然美味しいわ。よかったです、よかったよかった、よかった、全然よかった、まあ一個でいいけど、おい、予想してたよりは全然美味しいです。よかったです。はい、じゃあビワでした。はい、ビワでした。ミカミックスの初ビワでした。はい、じゃあビワも食べ終わりましたので、栗山房野駅、はい、ゴール、栗山ゴール、イエーイ。まあ今回はね、普通にゴールできるとは思ってた。ちょっと最初はさ、なんかすぐ終わっちゃうんじゃないかって思ってたけど、意外にでもまあそれなりの時間はかかったよね、はい、そうですね、うん、なんかもう午前中で終わっちゃうかなって思ったんですよ。思ったの。そしたら1しか出ないっていうね、最初ね、うん、でもその後の引き私すごいと思うんですよ、3、3って。でもまあなんか行きたかったことには行かず行けなかったんで、ね、まあまあそれはね、もう一周行けなくなっちゃったから、鉄まあまたね、はい、別の何かをやるんで、今日はまあ最初のね、あの企画なんで、はい、ゆるーく楽しんで、はい、やっていけたらと、はい、うん、思ってたんで、はい、よかったと思います、ね、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。こちらはもうやっぱりもうピーナッツとビワ、うん、でビワも全然思ってたより全然美味しかった、うん、よかった、食わず嫌いだったよ、よかったです、うん、はい、まあ、かといってこの先食べるかって言われたら好んでは食べないけど、うん、全然好きな人は好きだと思います、はい、はい、じゃあまた別の機会に
いたしましょう。無事ゴールできました。はい、はい、おかげさまで。ではでは、またの機会楽しみ。